オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。シロさんこと筧史郎役の西島秀俊です。ケンジこと矢吹ケンジ役の内野聖陽です。どうですか？どうですか？いや今回映画化ということで、まさか ね映画館にまで、ね、大きく成長する。映画館に成長したわけじゃないけど、深夜の30分のドラマですからね。もともとはひそやかに深夜で済むのかと思ったら、はい、そうですね、映画館ということで、いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回はね、ロケ地に京都、そうですね、京都来ました。まあ協力いただいて、皆さんに本当に素敵なロケがたくさんね、行きたくなりますね、京都には。ラブシーンというかキスシーンもね、たくさんないですけどね。2つもない、衝撃です。僕今びっくりしました。まあそれぐらいラブラブな2人がですね、京都でね、楽しいロケを観光させていただきまして、とてもいい映画になってますよね。そうですね、うん、本当になんかこう、まあ、自分たち出ててなんですけども、うん、本当になんかこう、あ、心温まる素敵な、ね、うん、映画になったと。そう、テレビドラマの世界観崩さずね、はい、白さんも料理いくつも作ってますよね。作りました、ね、今回も美味しい料理作ってます、うん、はい、本当に美味しかった。みんなリアクション素ですからね、あれね、本当に最初に食べた時に回してるんで、素のリアクションです。リアクションで、はい、絶対見た方真似するだろうレシピがいくつか、ね、いつもと変わらぬ白さん検事で劇場版でもぜひぜひ、ね、楽しんでいただけたらとね、はい、思っております。劇場版昨日何食べたは、2人の関係性もちろんですけども、うん、2人を取り巻く人々とのつながりがより広く、それから深く描かれていると思います。もうこの映画を見てぜひ、ね、心温かくほっこりとして、いただけたらと思っております。11月3日公開の劇場版昨日何食べた、ぜひご覧ください。息が合ってる。